2022-23 ヨギボー WE リーグ第17節、三菱重工浦和レッズレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、首位と3位の大一番です。まずはベレーザのシーン、15分です。カウンターから北村がドリブルで持ち上がって、藤野青葉ワントラップから右足のシュート、これは枠の左外でした。29分です。ベレーザ松永キープして、木下がワンタッチで入れて植木のヘディング、これでベレーザが先制です。木下から利き足は頭という植木のヘディングで先制でした。61分です。浦和ここ奪って清家紀子、右足のシュート、浦和が同点に追いつきます。68分です。浦和ここ清家が粘って塩越の右足、浦和が逆転。76分ベレーザです。左サイドの北村、ファーサイド山本へ送りましたが、ここは合いませんでした。途中投入の山本でした。83分です。ベレーザ菅野が収めて、北村左足のシュート、リフレクションあってコース変わってゴールに吸い込まれました。北村ゴールを見て遠目から打っていきます。浦和対ベレーザの上位対決は2対2、引き分けで終了しました。